ハワイ初めてなんです、私。あ、意外。だってすごい海外行ってるイメージあるもん。ねえ、今日これでウロウロするの、ハワイを。いいですよね、別に。まあまあ、ハワイやから違和感ないか。ハワイってみんなこういう格好しないといけないんでしょ。そんなことはないんですけど、まあまあでも。何？いいんですか、これ。何が？マリファって書いてありますよ。マリファ？うん、なあ言ってないからいいね。なあ言ってないからいい？なあがないから大丈夫。セーフティー。これ知ってます？昔CM、何の CM か忘れたんですけど、うん、野球の審判の CM で、うん、審判が、うん、セーフティー。ラッキーの CM やろ。え、違う。野球の審判が、うん、セーフティーっておばちゃんが出てきて、うん、私の顔は？って言うんですよ。アウト。忘れられて、何の CM やったやろ。セーフティー。ユリアの顔は？あと、ちょっとアレンジしないでください。いや、ちょっと5分間の番組は言ってるのに、あのここのストロークだけでも5分以上経ってるんですよ。それでは、また来週お会いしましょう。違います。クロールできる？私水泳部でしたもん。水泳部でしたもん、私。本当？はい、テニスもするし、何でもしてるやん。テニスも水泳部、デブ。正解。アウト。さて、はい、さっきね、ちょっとトランプって書いてたと思うんですけど、はい、私たちが今からその、はい、まあ、ハワイでもとても高級で、はい、そして滞在型でもあるそのトランプホテルに行ってるわけです。はい、あらまー、すごいね。This is Japanese most famous actress. Yeah. Nice to meet you. My name is Sayuri Yoshinaga. Nice to meet you. She is a famous singer. Famous. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. I'm dream the dream and time for my. Thank you. Thank you.うわ、角部屋ですよ。角部屋。そうなったら熊やんな。そうなったら角の熊になるから。角部屋。熊になるからそうなる。角ルーム。角ルーム。うわ。スプーン、スプーン。お、スプーン and スプーン。Yeah。スプーン and スプーン。うわ。もうこれはワンルームとかの話じゃないですよ。ちょっとでかい方の部屋行ってみようか。えらいことになってるからこの部屋は。Oh my god! キッチンがある。もうだからコンドミニアムというか滞在型やから、ちょっとここよ、ここ、はい、うわー、オーシャンフロント。すごい、最高のお部屋ですよ。ヒュルルルル、うわー、すごい。ここ短い。この長さが足のサイズと一緒なんですよ。知ってるか。ちょっとすごい。エリアちゃん。いや、すごい。最高じゃない。こんな海見たことない。Oh wow. I have never seen. いやー。よかったね、あなた。いいな。奈良から出てきて。海見たことなかったのに。それは嘘っていうのが分かるから謝った方がいいで。先ほどユリアンさんの発言で海を見たことがなかったという発言がございましたが、実際は海を見たことがあるのでした。訂正してお詫び申し上げます。尺を食うね。尺を社交辞令ですよ、それは。ね、はい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 じゃないよ。あ、こっちが、あ、ベッド、広いベッド、広ベッドや。うわ、すごい、何これ。ちょっと、まあ、ここにもまた窓があって、いや、もう目覚めてすぐ海が見えるってやつや。見たことない。よかったな、あんた、ほんま奈良から出てきて。海見たことなかったもん。海見たことないって言うた今。それはあかんで。今ですね、ユリアンさんが海を見たことがないという発言がありましたが、正しくは海を見たことがあるでした。訂正して終わり申し上げます。さっきも言ったぞ。
2つあって、うわお風呂いいえ、これすごい楽々机みたいなのついてる、あの入院した時のお前や。いや深いね。いや深い、いい話。あトイレすごい、え、だって、鏡ちょっと見出し並みのチェック、見出し並みチェック、どんどん恥ずかしくなってきたこの。いや最初から分かってるやん。私えって言うたよ、なんか上着るよねって言ったら何も持ってきてないって言うからびっくりしてんのよこっちは。もうここは出してもいいわって感じで、あて同じ大きさ。それお前こことここ同じ大きさやん。え待ってください、友近さんちょっと待ってください、いいですか、はい、シュッ。あじゃあ嬉しいよ、細いやん、これが皮やったら細いやん。ちょっと広げてましたよ。違う、こうやった後じゃここめっちゃ太いってことじゃないですか。広げてた。すごい。ちょっと見るとこ多すぎて。他にも部屋あるんですか。あるんですよ。だってここは3ベッドルームと聞いております。あ、友近さんこのクローゼットよくホラー映画とかで隠れるとこ。いやもう怖い。なんかあかんらしいでこの扉も。え？開けてみて。ほんまや。大丈夫？うん、ここで寝る。じゃあね。おすみ。三泊そこで。いや飯はえ。飯をすみ。ちょっと開けておにぎり渡すから。ありがとうございます。で終わったらあの外に出しておいてお盆だけ。はい。いや引きこもりやないか。どこ？いやー参りましたわ。参っていいのは神社だけ。値段気になるよね。気になります。ね。はい。これ、まあ、ここにちょっと正解を書いてるんですけど。本人評価額。はい。伊沢浩司さん、おしゃべりください。何でもかんでだ。出張かんでだ。大体みんな蔵から出てくる木でやつ持ってくるけど、みんな安い。さあ値段です。これは一泊ってことですよね。三泊。あ三泊。あどこまで続く？オープンザプレイス。どこまで続くの？でででで30億万円。30億？30億円。クイズ出しがいがないわ。いや。ほんまに。欲しいって言いたいねこっちは。じゃあどうぞ正解。正解はこちら。でん。71万4070円。お安く見える30億の後に見たら。そうでしょう。